はい、どうも、トーソクチュードレンのつくもです。ということで、シロハルートパート12ですかね。途中からやっていきたいと思います。8月21日、鳥城島で夏鳥の木という一年で最も大きなお祭りが開かれる当日。この上ない晴天だ。シロハの話では、海は嵐で荒れていたという。予報を聞いてもそんな気配はなかった。ハイリ君は今日の予定はどうなってるの？15時頃に役場に来いって言われてます。それまでどうしたらいいんでしょう？楽しんだらいいんじゃない？いつもは漁師と猫しかいないような港が大勢の人で賑わっていた。ちらほらと屋台まで並んでいる。前日まではピンとこなかったけど、今日という日がこの島にとって特別な日なんだということがなんとなくわかる。浜辺ではイベントが開かれ、子供たちが楽しそうに走っている。真っ青な空だ。海も穏やかにきらめいている。誰もが思い思いに特別な一日を楽しんでいる。何かが起こりそうな気配はない。やっぱり杞憂なのだろうか。見慣れない船が停泊してるな。俺が乗ってきたものより大きな船だ。今日明日だけの臨時の船だ。良一と天然が歩いてくるところだった。敵屋や観光客が押し寄せるからな。とクイックイッと袖を引っ張られた。この感覚は。振り返り足下を見る。ああ、堀田ちゃん、お前いつの間にか俺たちより顔が広くなってないか？準備の関係でいろんなところに顔出してたからだよ。イカ焼きおいしい？おいおい。なんだい？用事。え？大事な用事というのは男の人同士でブラブラすることだったのですね。いや、そういや、灯籠流しを一緒にしようという誘いを用事があるからと断ったんだっけ。その時には実際俺は用事があるんだけど。失礼します。誤解をされてしまった。高原ハイリ君、至急役場まで来てください。ん？いきなりズロから名前呼ばれるのはやっぱり慣れない。俺何かしたかな？準備があるんだろう。そうだった。ああ、高原君、成瀬さんは先にお堂に行ってるから。はい、行こうか。本当にするんですか？君がやると言ったんだ。そうですけど、真似事とはいえ結婚か。不思議だ。この島に来て不思議なことばかり起こる。役場の裏手からお堂のある場所まで登っていく。普段は開放されていない石段だ、石段だ。それを登っていくと少し開けた場所に出る。神社というほど立派なものではない。人が数人入れるかどうかという小さなお堂がポツンと立っていた。そこでシロハが待っている。ふわりと目の前を蝶が横切った。あ、不思議な蝶がいるんですね。ん？虹色みたいな蝶が。虹色？そんな蝶いたかな。別の何かかもね。そうですか。さっきの蝶、不思議な色をしていたな。何気なく蝶が飛び去った方を見る。役場の人の背中を尻目に俺は道を外れた。どうしてもあの不思議な蝶が気になった。森の奥に進む。緑と土の香りが濃くなり、足元も随分と悪くなっていく。それでも俺はまっすぐ進んだ。まるでここを通るのが初めてじゃないと思えるくらいためらいなく。気のせいか。山の奥に進んでいるはずなのに森のざわめきが遠くなっていく。いや、いつの間にか少し息苦しさを感じるほどの静けさに変わっていた。ここで初めて歩みが鈍る。このまま進んでいいのか。そんな考えが頭の隅をよぎった。でも不意に森が開けた。そこは森の中なのに無意味に広くて、ただ一本だけの白い花を咲かせた木がある空間だった。こんな場所がこの島にあったのかとしばらく見とれる。
その木のそばに見覚えのある人影を見つけた。こちらに背を向けてじっと木を見つめている。なんでこんなところに。海ちゃん。俺以上に海ちゃんも驚いているみたいだった。どうしてこんなところに。蝶を追いかけて。え、いやいや、海ちゃんこそどうしたの。ううん、ちょっとお散歩。こんなところ一緒に行こうか。ううん、もうちょっとお散歩したいから。足早に去っていった。なんか寂しそうだったけど、大丈夫だろうかと、戻らないと。去り際もう一度振り返って木を見た。なんだかよくわからないけど、不思議な気配だ。高原さん、どこに行ってたんですか。すみません、指令を見かけたので。こちらで着替えてください。はい。神社の一室、座敷には俺のために用意されたと思われる衣装が飾ってある。あれを着るんだ。ちょっと緊張してきた。仮初めとはいえ、結婚式のようなものをあげることになるなんて。何が起こるかわからない。不思議だ。じゃあお姫様は本殿の方で待っているので、行ってあげてください。あ、はい。衣装に着替え終わると、あとは一人で向かうように指示された。神社の中は予想よりひっそりとしていた。外から聞こえてくる祭り囃子の方がよっぽど賑やかだ。え？よ。それ。用代わりした俺の姿に目を丸くしていた。何？その格好。びっくりしたか？まあ。どんな感じだろう？なんていうか、入りじゃないような感じ。俺じゃなかったら誰なんだ？知らない人。そのまんまだな。あの、本当にいいと思う？え？聞かれて俺は改めてシロハを見る。俺はいいと思うよ。なんていうか、似合ってる。綺麗だと思う。一般論として。違う。そうじゃなくて。かわいいって言った方がよかったかな。違うって。そうじゃなくて、仮とはいえいいのかなって。こんなことして。ああ、まだ気にしてたのか。俺はそもそもそんなに深刻に考えていない。島の人間じゃないせいか、何が行われるのかさえよく分かっていないんだ。ただシロハはそういうわけにもいかないだろう。何か重大なことを俺に強いていいのか、今になっても気にしている。俺が言うのも変だけど、なんだかんだで似合ってるんじゃないか。え、それは私とハイリが。うん。それはあの、いや、この格好してると見た目だけはそれっぽいだろ。あ、うん。だからとりあえずいいんじゃないか。そうだね。今だけはお似合いかもしれないね。うん。いや、よく似合ってますよこの二人は。蝶つがいの儀。おごそかな名前がついているけど、内容はささやかなものだ。俺とシロハは神主の立ち会いのもと祠に入る。祠の中に小さな観音開きがついた神棚がある。その扉を二人で同時に開くのだ。それは思いの通じた二人が一緒に押し込まなければ決して開かない扉なのだという。それはもちろん建前だけど、押す瞬間は少し緊張した。二人は腕を交差しながらそれぞれ片側の扉を開く。なぜかふと島に着く前に見た光景を思い出した。海を渡る鳥の群れ。少し遅れて飛んでいく2羽の鳥。扉はゆっくりと押し込まれていく。片側にはシロハの白い細い手が、片側には俺の武骨な浅黒い手が添えられている。その指にはかすかに傷跡が残っていた。他人と自分と家族と
いろんなものを傷つけた跡だった。水平線へ日が沈み始め、空が赤みがかかってきた頃、お堂を出て俺たちは海を目指す。俺の隣でシロハが静かに待っていた。境内に集まった人たちは今だけはただ神妙にその様子を眺めている。いつも静かだけど、今はなんとなく近寄りがたいくらい厳かだった。大勢の人に見られながらもその顔は凛としている。いつものシロハからは想像できない。彼女であって彼女じゃないような、彼女は特別なんだと言った良一や小畑さんの話がわかるような気がした。20人ほどの行列がゆっくりと石段を下り町へ降りていく。石段ですかね、石段を下り町へ降りていく。中央あたりに俺とシロハが並んで歩いていく。シロハはいくつか歩くたびに立ち止まり演舞を見せる。そうやって少しずつ少しずつ列は町へと降りていく。西の空に沈んでいく太陽と歩調を合わせるように行列はゆっくりゆっくりと海へ近づいていくみたいだった。良一と天禅や島の男たちが俺たちの後ろで小舟を模した神輿を担いでいる。この船、去年も背負わされたけど一層重くなってないか。小舟の上には小さなお堂がついている。船というよりはおみこしという感じだ。これを浜辺まで運び海に流すのか。もったいないなと素直な感想を口にすると、後でちゃんと回収するよと役所の人は笑っていた。けど過去には船が戻ってこなかった年もあるらしい。その時は船が何か厄災の身代わりになってくれたんだと捉え、厄払いとして新しい船を作るんだという。この船はそれなりに古いものみたいだから長くそんなことは起こっていないみたいだけど。願いの数だけ重みを増すんだろう。そういう設定なのかこれ。知らん。思わず息を呑んだ。海はすでに無数の灯籠が浮かんでいた。その無数の明かりに導かれ、俺たちはゆっくりと海へ向かう。波打ち際に来て俺たちは船を降りる。男たちで海へと船を浮かべる。船は波に揺られながらゆっくりと沖へ。儀式は滞りなく行われて終了した。一度胸をなで下ろす。よかったな。呪いなんてなかったのよ。お、今頃になって雨が降り出した。あるいはやっぱりシロハが見えた未来は起こり得た未来だったのかもしれない。それでもちょっとしたことで未来は変わっていく。こうして警戒して動いたことによってそれは回避された。そういうことなんだろうか。本格的に降る前に終わってよかったな。うん。だんだん強くなっていく雨の海を灯籠はゆっくりと流れていく。静かだった海は次第にうねり始める。いくつもの灯籠が波に揉まれていく。辛い旅になるのかもしれない。波に揉まれる灯籠を見ながらそんなことを思った。高原さんですね。はい。知らない男性だ。この島に来てから知らない人に声をかけられることにも慣れたけど。うちの子知りませんか。うちの子堀田と言います。あ、もしかして堀田ちゃんのお父さん。はい、ずっと探しているんですが見つからなくて。あの子は一緒にお祭りに来る相手がいなくて、私の仕事があるから戻ってから行こうと言っていたんですが、高原のお兄ちゃんと一緒に行くから大丈夫って。え、それで浜辺に来ていたはずなんです。堀田ちゃんか。知っているぞ。今日は見ていないな。私も一通り聞き込みをしてみたが、見たという人はいない。鉄塔から呼びかけてみるぞ。のみきが島全体に放送を流す。それでも堀田ちゃんが現れる気配はなかった。迷子？家に帰って寝ている？なんだろう、胸騒ぎがする。ハイリー、探してるのは女の子？ああ。もしかして。どうした？この前気になることがあるって言ったでしょ。私が見たイメージ、もう一人いるかもしれないって。
多分女の子だった。え、私とハイリだけじゃなくて女の子が一人いた。まさか俺とシロハだけではなくもう一人一緒に溺れている子がいた。だとしたら考えられる一番大きな可能性、堀田ちゃんはあの船に乗っている。どうしよう。シロハも同じことを思っているらしい。どうしようって、これはあくまでシロハが見たおぼろげなイメージでしかない。あの船に堀田ちゃんが乗っているかどうかはわからない。それでもあんなに遠くまで行ってしまった船を追いかけるのか。見えたんだな。え、うん。じゃあきっとあそこに堀田ちゃんはいる。だったら行かないと。ハイリ、あの、何？あの船、沖へ向かう小舟を指さす。女の子が乗ってるんだ。なんだと？あれに？人なんか乗れないぞ。小さな子なんです。子供なら真ん中のお堂に潜り込めるでしょ。だからきっと中に。どうしてそんなことがわかるんだ？それは見たのか？いや、見たわけじゃないけど、迷子でどこを探してもいないんです。だからあそこに乗っていると。そんな理由で追いかけるわけには。夜の海は荒れている。根拠のない俺たちの言葉を鵜呑みにするわけにもいかないようだ。とはいえ実際に堀田ちゃんの姿はない。あの船に乗っているという可能性を捨てることもできない。大人たちはあれこれと議論を始めた。にわかに俺たちの言うことを信じられないが、かといって放っておくわけにもいかない。だけどこうしてる間にも船は遠ざかっていた。ハイリー、涼一、こっちに来い。岩場の裏にモーターボートが止めてある。これは親父のだけどな。あの船にいるんだな。あの、そうだ。よし、じゃあ行こう。どうして信じてくれるの？仲間だからだ。すごい、めちゃくちゃいい奴らですね、本当に。運転は任せろ。だからあとは俺と高原で。あの、私が行く。何？だって私のせいかもしれない。まだそんなこと思っちゃうよ。だけどそうだとしたら私が止める。私が助ける。シロ、わかった。4人乗りのボートに涼一と俺とシロハが乗り込んだ。おい君たち。海から誰かが叫んでいるのが聞こえたが、構うことはなかった。少し思った。俺ではなく天禅が行けば、少なくともシロハが見た未来は外れることになる。けどそんなことに何の意味があるんだ。シロハのじいさんが言った通りだ。それは自分が回避すれば済む問題なのか。もしも運命の途中に渦のようなものがあったとして、そこから自分が逃れたとしても渦自体はなくならない。だったらその渦の根源に挑んでみた方がいいのかもしれない。ハイスピードでボートが海を行く。どんどん小舟が近づいてくる。小舟は激しくなった波に揉まれながら今にも沈みそうだ。大きな渦、それが運命というものの正体なら流されず立ち向かっていくしかない。海を捉えた。近づけるだけ近づいて、堀田ちゃん、必死に呼びかけた。その時小舟についているお堂のドアがかすかに開いた。堀田ちゃん、灯籠や船は亡くなった祖先をあの家に返すためのものだ。そういう説明を聞きながら、堀田ちゃんは船に乗っていけば亡くなったお母さんに会えると思ったのかもしれない。ごめんなさい。こっち手を伸ばして。シロハは思いっきり船から身を乗り出していた。それは俺たちが不意をつかれるくらい思い切った勇気のある行動だった。波に翻弄される船から互いに手を伸ばす。シロハの手がなんとか堀田ちゃんの手を掴んだ。こっち。その時ひときわ高い波が来た。堀田ちゃんの体が船から投げ出される。手をつないでいたシロハも一緒に飛び込んだ。シロハ、この子。必死にシロハが抱き上げた堀田ちゃんを受け取り船に。頼んだ。あ、急いで涼一に堀田ちゃんを託す。シロハ。シロハを引き上げようと手を伸ばす。ギリギリ着物の袖に手がかかり必死に引っ張る。波に揉まれながら着物が脱げる。さらに手を伸ばそうとするも、瞬く間にシロハの姿は見えなくなった。
シロハ。躊躇はなかった。水に対するかすかな恐怖もない。俺でなければならない。俺しか彼女を助けられないなら。俺は海に飛び込んだ。シロハがいた。きっと一瞬でも遅れていたら彼女の姿を見失っていた。バラバラだった体が今不思議と一体感を持って感じられる。体だけじゃない、いろんなバラバラだった記憶や出来事がつながっていくような気がした。運命はどこかでつながっている、そんな気がした。大事な大会で負けても、誰かの期待を裏切っても、その経験が必要になる時がある。無駄な時間なんてない。どこかで誰かに巡り合い、全てはその人の力になるための過程だったと思える時が来る。ロハ、シロハ。水の中でもその言葉は確かに届いたような気がした。その証拠に苦しげだったシロハの目に力が宿ったのがわかる。水の中で目を見開いて、しっかり俺を見ていた。ハイリ。その言葉も確かに俺に届いた。不思議なことが起きた。音が消えた。水のうなりが静まって、まるで時が止まったように、夜空のただ中にいるみたいに向かい合って浮かんでいた。俺は手を伸ばす。指先をかすめるが掴みきれない。もう少し。シロハの細い手と俺の手が不器用に重なろうとする。揺れる二つの手はなんだか翼を思い起こさせた。もう少し、あとわずか。届け届け届け。確かに手を掴んだ。小さな手をしっかりと掴む。静かな世界の中で俺とシロハの体がゆっくりと浮上していく感覚があった。一体何が起こっているんだろう。シロハが俺を見ていた。海の中で妙に静かに澄んだ目が俺を捉えていた。そして微笑んだ。シロは？いや違う。私たちは時の網人、異邦の少年、いくら求めても無理だよ。たとえこの夏に巡り会えてもそれだけのこと。私たちはただ編み続ける。突然空のように静かだった空間が轟音に満たされる。俺とシロハは大きな力に押し流されながら海の中で霧もみになる。真っ暗な海の中でどちらが上でどちらが下かわからない。俺はただしっかりとシロハを抱き止めて冷静であろうとした。浮上するんだ、上へ行かないと。けどどちらが上なのかもわからない。泳ぐにも一体どこへと。その時、青い光が目の前を横切った。なんだ、一瞬浜辺で見た海ホタルかと思った。でも光り方が違う。またひらひらと何かが青く光っている。それは生き物みたいに海の中を意志を持って浮遊していた。クラゲとか、あるいは蝶みたい。光はどんどん増えていく。銃もあろうかという青い光は俺の頭上へと舞っていく。俺はその蝶を追いかけて泳いでいく。こっち。誰かの声が聞こえた。手を伸ばす。海を泳ぐ蝶。あの蝶を捕まえないといけない。じゃないと言ってしまう。誰が、どこ、わからない。けど今ここで捕まえないとダメなんだ。絶対に巡り合えぬところに彼女は行ってしまうんだ。だから今俺は手を伸ばす。蝶が飛んでいく。いつか見た綺麗な夏の思い出の中を飛んでいく。俺は必死に手を伸ばすんだ。その思い出ごと掴もうと。そこにいる誰かの手を掴もうと。手を伸ばす。伸ばした手を強い力で掴まれた。その瞬間意識は遠のいていった。
あの後、俺たちを追いかけてきた救命ボートによって無事引き上げられた。堀田ちゃんやみんなに怪我はなく、大人たちは怒っていいのか謝っていいのか困ったようにしていた。結局堀田ちゃんが乗り込んだ船はどこかに消えてしまった。沈んでしまったのか、遥か沖に流されてしまったのか。来年のお祭りには新しい船が必要になるだろう。白羽のじいさんは一言、すまなかったと言っていた。今後はもう少し理解を示してくれるかもしれない。理解？俺だって結局それが何だったのかはわからない。白羽自身にだって、白羽が何を見ていたのかなんとなく思う。初めて来る島をわけもなく懐かしく感じるように、反対に未だ知らない未来を感じることがあるのかもしれない。過去を思うことが懐かしさだとしたら、未来を思う感情はどんな気持ちなんだろう。それは彼女成瀬白羽にしかわからないのだろう。白羽はあの後半日ほど寝込んでいた。だけど翌日には起きて、どこにも異常はなく退院した。退院した時、あの時のことを聞いてみた。なんだか様子が変だったって。白羽はキョトンとして、よく覚えていないと言っていた。はい、あの時ね、時の網人と言っていましたけど、まあこれからまたね、物語がどういう風に進んでいくのかということで、はい、今回はね以上にしたいと思います。でも結構あともう少しで終わるのかなっていうところまで来てるので、楽しみにしておいてください。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。では最後までご視聴ありがとうございました。